力のモーメントのベクトル表記を考えるときも、やることは核運動量と同じです。今その核運動量の話をカッコ1番として、力のモーメントをカッコ2番として、こういうあの図を考えています。原点に対して、この地点に質点 P があったとします。ここに質点 P があったとして、この質点 P に、こっち方向に力を加えたいという場合を考えます。イメージとしては、例えばここにスパナを用意したんですけど、ここにあるネジを固定したい、固定したい場合、こういうふうにこうここでネジを、掴んでこっち方向に力を加える。でこの力の加え方を、まあ斜め方向にこっち方向に引っ張ろうとしたと、まあそういうふうなイメージだと思ってください。でその時に力のモーメントはどういうふうに記述できるのかということを考えてみましょう。基本的にはあの大きさと向き、まあ、あの力のモーメントも、まあ、向きがあるベクトル量なんですけども、前回の復習っていうか前回の話を思い出しながら大きさと向きに、分けてちょっと議論してみたいなと思ってるんですけども。力のモーメントの大きさはどうかけるかっていうと、原点、支点から作用点までの長さ、R かけることの、力の回転する方向の成分になります。まあ、ですから、どう書けばいいんですかね。あの、まあ、これを、まあ、二次元空間だとみなして力をR 方向と R に垂直方向にこう分けるわけですね。この方向と、R 方向と θ 方向に分けてやると。そうすると、この力がこっち方向の垂直な方向の力っていうのが、ちょっと薄いかな。この力のベクトルを R の方向と R に垂直な方向に分けるわけなんですけども、この回転する方向がこの力が回転に効いてくるわけですね。なので、力のモーメントの大きさはその距離、ここからここまでの距離 R かけることの力の回転する成分、すなわち F サイン θ というふうに書けます。これが力のモーメントそのものになります。ここを直角三角形とみなすと、これ分のこれがサイン θ ですからね。なので、ここの長さは力かけるサイン θ というふうに書くことができます。で、この出てきた数式というのは、実は、この平行四辺形の面積そのものに相当します。すなわち、底辺かけることの、底辺 R かけることの、高さ F サイン θ ってここの平行四辺形の高さになりますよね。なのでこれかけるこれになるので出てきたこの関係式っていうのは1ベクトルと力のベクトルが作る面積になるということが容易にわかるかなと思います。まあ、ちなみにそのここの θ、その1力と1ベクトルとなす角を θ というふうにしましたけど、こ
このシータが大きくなればなるほど、あの力のモーメント大きくなります。90度の時が多分最大になりますよね。シータが90度の時というのは、すなわち1ベクトルと力のベクトルが垂直の時に、力のモーメントが最も大きい値を示します。これは、すなわちどういうことかというと、ここにネジがあって、スパナを、で掴んで、締めたい場合、締めたいもしくは緩めたい場合、この棒、あの作用線に対して垂直方向にこう力を加えると、最も効率よく力を加えることができると。まあ、あのこれは多分皆さんも、無意識のうちに、生活の知恵で分かっているかなと思うんですけど、要はその力のベクトルと作用線のベクトルを垂直に、すると最もこれが大きくなるというのは、まあこの関係式から、あのニュートン力学でいうところのこの関係式から出ているということが、分かります。あと、まあ、あの大きさとしては それぐらいの、まあ、話なんですけども、向きに関してはこれちょっと書き方がちょっとあれですけど、向きに関しては、まあ、基本的には核運動量と同じです。向きっていうのは、回転軸の向き、あの力のモーメントの向きも回転、あの核運動量と同様、回転軸の向きになります。今の場合では、1ベクトルがこの向きで、で、力のベクトルがこっちの向きで、両方に垂直になる。すなわち、R ベクトルと F ベクトルの両方に垂直な向きを向いている。まあだから、まあ、図示するならばこうなりますかね。n ベクトルは、あのここの丸に点を打ったのは、あの弓矢を真正面から見たような、そういうイメージ図になるんですけども、ちょっと薄いかな。モーメントのベクトルは、皆さん方向、弓矢を真正面から見た絵が、まあこう、まあ、イメージ図がこうなんですけど、皆さん方向に向かって、回転軸っていうのが、向いているということが、分かるかなと思います。イメージとしてはこうですね。こういうふうに、力を加えているので、こういうふうに回そうとしていることになるわけですね。ここを回してるわけですからね。こういうふうに回してる場合、皆さん方向に、力のモーメントの、ベクトルが向いているということが、まあ定義から求めることができます。